出ないとちょっとね。ゲルカプラスの変化もちょっと厳しくなるんで。TV ショーへようこそ。皆様お疲れ様です。ガンダムもまだまだ、いっぱいあるんだなと、しみじみしている井上でございます。今回ですね、ピックアップガチャ、登場しました。ガシャですね登場しました。こちらもね、ペイルライダーというね、モビルスーツ、存じてませんでした。こんなにかっこいいのに。調べたところによると、プレイステーション3で発売された、機動戦士ガンダムガイデン、ミッシングリンク、こちらのね、地球連邦側のスレイブ、なんていうんだ、スレイブライダーですかね。すみません、ちょっと情報が弱いですね。のこちらの、フェイルライダー計画で出てきた中心機となってますね。で、ジムスナイパー2が、モデルとなっておりますね。で、エグザムシステム、エグザムシステムにちょっとね、似てる、こう開発された特殊システムのハデスを搭載している、高性能モビルスーツということで、こちらがね、ちょっと欲しいなというところで回していこうかなと思います。で、もう一機種のデュエルガンダムアセラトシュラウドは、こちらもね、シードの方でイザークさんが乗ってる機体だと思うんですけれども、ちょっと性能的に、今回はペイルライダーの方が欲しいかなというところで、特に頭部がね、ハデスシステムを、持ってますので、ぜひ、欲しいということで、やっていきたいと思います。まずはですね、この11時間に1回無料の、ガンプラパーツスタンダード馬車。こちらではおそらく登場しないと思うんですけれども、バルバトスですとか、ガンダムのね、ビームライフル、結構ね、魅力的なのありますので、こちらも合わせていこうかなと思います。あ、これは単発ですね。すみません。これ飛ばします。ごめんなさい。これはなしです。すみません。で、今回ですね、7000個ありますので、50連かな。やっていきたいと思います。ちょっとね、前回のガチャで、回しすぎましたので、今回は抑えて50連でいきたいと思います。早速いきましょう。はーい。おまけ付きか。すごいですね。はい。ああ、ブルーか。ブルーは飛ばします。ブルーは飛ばさせていただきます。こんな感じですね。いやー、ちょっと痛いですね。終了します。もう一回いきましょう。20連目。ブルーでもね、ケンプアとか魅力的なモビルスーツ見れるんで、見たいっちゃ見たいんですけど、ちょっとね、このタイミングでは、スキップします。あー、何だと?お、バイオランクアップなんですね。ちょっと流れを変えるために、スキップしません。やばいですね。あ、来た。ブルー。これなんだ、ドラゴンガンダムかな。ああ、バックパックですね。はーい。20回連続。まあ、爆死ですね。爆死です。バイアランカスタムの足は嬉しいですね。ありがとうございます。さあ、行きましょう。30連目。もう折り返しです。やばいなー。よし、来い。いやー、そりゃそうでしょうよ。頼みますよ、本当に。今回ね、無料ガチャが10連だと思ってたんで、50回回せると思ったんですけど、今訂正します。40連です。すいません。お、バイアランカスタムのボディーか。いいですね。これ、ビームスプレーガンかな。あ、GM ビームライフルか。おお、ズダ。いいですね。ズダもかっこいいっすよね。お、これ、シャイニングガンダム出たな。あ、そうですね。シャイニングフィンガー使いますよね。
やったありがとうございます。飛ばしま、あと、あれ今飛ばした俺やばいな。タイタスありがとうございます。おお、ブダの頭緑だとね、緑も結構好きなモビルスーツがいますので嬉しいっちゃ嬉しいんですね。ありがとうございます。もう一個来ないかな。2枚引き解禁してないな。これローズガンダムかな。ガンダムローズだね。いつも間違えるんですよね。ローズガンダムだと思ってるんですけど、正確にはガンダムローズみたいです。さあこのままもう一度引きましょう。せっかくアドが出ましたので、今のところ、フェイルライダーのパーツ、デュエルガンダムのパーツ出てませんねこれ出ないとちょっとね、デルタプラスのイベントがちょっと厳しくなるんで。惜しい、出た赤、いいよ、いいね赤。まあ、赤って言ってもね、出るとは限らないので、また喜びになりかねないところはありますな。まあ、シャイニングガンダムでは嬉しいです。お、どうした、発足、これなんだ、あ、デュエルガンダムのアサルトシラウドのバックパートですね。ありがとうございます。これでなんとかちょっとデュアルのデルタプラスか、デルタプラスのイベントいけるんじゃないかな。いやもう一回来てくれよ、頼むよ、これで終わりたくないぜ。え、超かっこいい、何これ、あ、ジンクスの足なのこれ、かっこいいな。こっちじゃないんだよ、ちょっと長すぎて覚えられないんだよな。あーやばいこれ、あー、いやかっこいいと思うんですけど、ちょっとね、はい、ね、かっこいいけどね。あー終わったー、うっそー、まあ、まあ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 爆死というか、まあ、敗北ではないですね。でも大金星でもありません。ちょっとね、残1045個ありますので、これね、ちょっとリベンジも兼ねて、周回とかしながら、ログインとかしながら貯めて再度挑戦していきたいと思います。以上、井上 TV ショー、今回は、ガンダムブレイカーモバイルをお送りいたしました。よろしければチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。バイ。